シードックは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、ツノザメモクに属するサメの総称にちなんで命名された。アブラツノザメシードックは1943年1月11日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年3月28日に、バーノン・エール・ローランス夫人によって、命名、浸水し、 1944年6月3日に、艦長バーノンエル・ローランス中佐の指揮下収益する。1ヶ月に及ぶニューイングランド沖での訓練に続いて、シードッグは、真珠湾に向けて出港し、8月22日にハワイに到着。第28潜水船体に合流して、最初の紹介の準備を行った。9月13日、シードッグは、最初の紹介で、東。 シナ海に向かった。17日にミッドウェイ島で給油し、紹介海,海域の南西諸島には9月28日に到着した。シードックはまず、機械島と奄美大島の海岸に沿って紹介したが、良い成果が得られそうになかったので、わずか1日で沖の選ぶ島から運転校にかけての海域に移動した。10月3日からは、中条湾方面の偵察を行い、 沖縄島を一周して10月6日には、イヘア島北西海域に到着した。シードックは、以後5日間、沖縄近海で紹介を続けたが、遭遇した目標はいずれも、魚雷を使うには、もったいないものばかりであった。10月10日、シードックは炎上中の武装トロール船を発見し、接近した後砲撃を加え、そのまま放置した。10月11日に、 甘み群島海域に戻り、一週間後には、トカラ列島北方の海域に移動した。旧大館室と10月22日朝、シードッグは、諏訪の瀬島と中野島の間で、8ノットから9ノットの間で5分間隔で、ジグザグ航行し、那覇に向かっている型916船団を発見。7時26分、船団前方に出ていた、シードッグは、 北緯29度18分統計129度44分、北緯29.300度統計129.733度、29.300129.733の地点で重なり合った2隻の貨物船に精準を合わせて、魚雷を発射。魚雷発射後、深度を二26メートルに下げた。7時28分以降、3回の大爆発を聴取し、 7時32分に、なると護衛艦による爆雷攻撃が始まった。それらは7時45分頃まで続き、8時に重い爆発音を聴取した。この攻撃で、シードックは日本海軍の特務艦ムーロトと特設砲艦フッツマルの2隻を撃沈した。シードックはトカラ列島海域でもう2日間紹介した後、奄美群軍島近海に戻ってきた。 10月28日、シードッグは、北緯28度35分統計131度28分、北緯28.583度統計131.467度、28.583、131.467の地点で、0点置き回線に破れ去った小沢寺三郎中将を率いる、機動部隊の残存艦である、伊勢、日向特築艦を発見し、攻撃したが失敗した。 10月29日、シードックは、紹介海域を徹して、ミッドウェイ島に向かい、翌30日には、小笠原諸島近海で紹介した。11月5日、シードックは53日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。潜水母艦プロテウスによる整備を受けた。11月29日、シードックは2回目の紹介で、ガードフィッシュ、シーロビンとウルフパックを構成し、 ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。12月8日、三隻はサイパン島に到着して、休息を取り、翌9日に出港。12月14日、バリンタン海峡で紹介を行った後、ルソン島、海南島、香港、台湾を結ぶ各線の内側に紹介海,海域を設定した。1945年1月3日、 シードックは減速装置の修理のため、短軸運転を行いながら航行した。1月5日夜、シードックとシーロビンは、小輸送船団を発見し、浮上して追跡を開始した。1月6日1時過ぎ、シーロビンが船団戦闘のタンカーから、カンマルに魚雷2本を命中させ、シードックは船団右側の護衛艦にを攻撃するべく接近。しかし、護衛艦は、 シードックの予想に反したコースを取り、シードックは魚雷を発射し損ねた。シードックは反転して、艦尾発射艦を護衛艦に向け、魚雷を4本発射。しかし、1本も命中しなかった。1月18日、シードックは、ルソン海峡を出るまでには目標を見つけるという望みを達成することなく、同海峡を東に通過した。1月25日、シードックは、 グアムアプラ港に到着し、補給を行った。2月5日、シードックは68日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。エンジンを交換し、前方の機銃は40ミリ機関砲に換装された。また、新たに ST レーダーが取り付けられた。艦長が RT ファイデマンに変わった。3月11日、シードックは3回目の紹介で、日本近海に向かった。 紹介の大部分は日本を空襲する航空機のための救助配備任務に充てられた。3月22日から24日まで南西諸島南東海域で救助配備任務に従事した後、司令部から有力な日本艦隊河川団が文後水道を通過するとの情報がもたらされ、トリガー、スレッドフィンともに文後水道の監視に向かうよう命令を受けた。シードックは ト岬沖に移動して、紹介を行ったシードックはこの海域で、パイロット1名を救助すると、先行して再び、九州の方角に向かった。19時3分、シードックは浮上準備中に浮上航行中の移号潜水艦を発見。シードックは、決して素早かったわけではなかったが、攻撃態勢に入り、潜水艦に向けて、魚雷を発射したが命中しなかった。 シードックはもう1日九州沿岸で紹介を行った後、相模湾南方及び伊豆諸島近海に移動して別の救助配備任務に就いた。シードックは三倉島近海で配備に就き、4月2日には小型の機雷不接艦を発見し来撃したが命中しなかった。4月16日、シードックは北緯33度31分と計139度36分。 北緯33.517度統計139.600度3 3 5 1 7十3 9 6 0 0の三倉島と八丈島の間の海域で東高丸を撃沈したその後は台風の影響もあって一切の活動ができなかった4月23日シードックは47日間の行動を終えてアプラ港に帰島この際シーホースから 秘密兵器である FM ソナーが移設された。シーホースは不設された機雷が探知できる FM ソナーを装備して、津島海峡方面でソナーの試験を行っていたが、4月18日にチェジュ島近海で爆雷攻撃を受けて大きく損傷し、真珠湾に開港されなければならないほどであった。そこで無傷だった FM ソナーをシードックに移設したのである。 5月27日、シードックは4回目の紹介で、バーニー作戦に参加して、日本海に向かった。このバーニー作戦は、この時点の日本に残されたほぼ唯一の重要航路に打撃を与えるものであり、津島海峡の機雷源突破と日本海を悠然と航行する日本船は、目標の減少に嘆いていた、潜水艦部隊にとっては、絶好のスリルでありえものであった。 この作戦には9隻の潜水艦が投入され、ヘルキャッツヘルキャッツと命名された。各潜水艦は3軍に分けられ、シードックのハイデマン艦長が総司令となった。シードックはクレバル、スペードフィッシュと共にウルフパック、ハイデマンズヘップキャッツハイトマン、S ヘップキャッツを組み、第一陣として6月4日までに、津島海峡に進出する予定であった。ところが、 翌28日になってシードックの乗組員の一人が急病になり肺炎と診断された。シードックは急遽引き返し5月29日に駆逐艦ラムソンと会合して患者を移動させた上改めて津島海峡に移動した。リレー式に津島海峡を突破したシードック以下の潜水艦は3軍それぞれの担当海域に向かい 6月9日日の出時の攻撃開始を待った。ハイデマンズヘップキャッツは北海道の西部海域から新潟沖に進出し、シードッグは佐渡島の東岸に位置した。9日1 0時過ぎ、シードッグは佐渡島姫崎東大東北10海里の地点で、電灯をつけて七尾に向かって航行中の佐川丸を発見。佐川丸の左舷に魚雷1本を命中させ、 佐川丸は戦士を先にして沈んでいった。23分後、今度は商用丸を発見し、魚雷を3本発射。うち1本が商用丸の戦備に命中し、シードックはさらに止めとして2本の魚雷を発射。1本は不安定な動作をして命中しなかったものの、もう1本は商用丸の中央部に命中。商用丸は爆発して沈没していった。これが、 バーニー作戦最初の戦果だった。二隻撃沈後、シードッグは、坂田と秋田沖に移動した。6月10日は、小賀半島を中心に、夜まで、木坂田、飛島方面を紹介し、翌11日に、小賀半島方面に戻った。13時ごろ、シードッグは、沿岸貨物船を発見し、浮上して西へ行きたいと追跡した。15時19分、シードックは先行し、 15時55分に、幸福丸に向けて、魚雷を1本発射。43秒後に命中、爆発し、幸福丸は、船体が2つに割れて沈没していった。シードックは再び南に向かい、その夜は、入道崎をめぐって紹介した。6月12日6時35分、シードックは、ヘナシミサキ近海の船海を航行中の、醤油送船団を発見。 シードックは海岸から最も離れて航行している船を目標に選び、魚雷を発射。魚雷は新鮮丸に命中し、新鮮丸は二つに折れて2分で沈没した。仲間の船は新鮮丸沈没後、海岸の方に逃げていった。シードックは攻撃後、南西方向に進んだ。6月13日、シードックは引き続き、小川半島近海で紹介していた。その夜、 C ドックの右舷側にある FM ソナーにつながるケーブルが損傷していることが分かり、C ドックは日本本土の目と鼻の先で航行を止めて洋上修理に取り掛かった。しかし、ダイバーを潜らせて作業したものの、旋回では作業が十分にできず修理は不可能と判断された。6月14日1時30分に航行を再開し、低速で航行すると、 右舷側シャフトに起因する雑音と振動が明らかになった。この雑音と振動は高速ではあまり気にも止めないレベルだった。C ドックは秋田、酒田、新潟を結ぶ海域に向かった。同日昼、C ドックは右舷側シャフトを止め、先行した。直後、酒田方,方面に向かう2隻の貨物船を発見。攻撃を試みたができなかった。C ドックは北上し、 6月15日5時10分に、北緯39度57分統計139度40分、北緯39.950度統計139.667度、39.950139.667の小賀半島北端付近で、南に向かって航行中の高安丸を発見。シードックは、高安丸の全部に魚雷を命中させ、高安丸は4分で沈んだ。シードックは、 周辺海岸から港湾丸生存者を救助しに行く小型船を発見し、この海域を後にした。6月17日、シードックはクレバル、スペードフィッシュと再会し、北に向かって北海道新井岬周辺の海域を紹介した。6月19日6時過ぎ、シードックは北43度11分、統計140度18分。 北緯43.183度統計140.300度、43.183140.300のシャコタン半島を沖で海岸に沿って、北に向かう3隻の商船を発見。シードックは3隻に対しそれぞれ2本ずつ魚雷を発射。3番目の船は方向を変え、先頭の航海丸には、魚雷が命中し、航海丸は、船尾から沈没した。 シードックは2番目の船を攻撃しようとしたが敵機に発見され、深度35メートルに下がって航空機をかわした。その後、浮上式北に向かった。シードックはさらに数日間紹介し、6月24日夜に、宗谷海峡西側に到着。6月19日に打ち取られた、ボーンフィッシュ以外のシードック以下の核潜水艦は、翌25日正午に、ノームの中を2列従人。 不条高校で海峡を通過し、オホーツク海に入った。6月30日に、ミッドウェイ島に帰港。7月5日、シードックは39日間の行動を終えて、新珠湾に帰島した。8月13日、シードックは5回目の紹介に向かったが、翌8月14日に交戦停止命令を受け、8月15日に新珠湾への帰還を命じられた。ードックは8月の残りを、 ハワイ諸島での訓練に従事する。9月6日にレッドフィッシュ、スキャバードフィッシュ及びシーフォックスと共に西へ向けて出港。9月26日にフィリピンのスービック湾に到着し、新たに構成された第5潜水船体に加わった。続く3ヶ月半、シードッグはスービック湾沖で活動し、1946年1月12日に西海岸へ向けて出港。 2月2日にサンフランシスコに到着した。メアアイランド海軍造船所でのオーバーホール後、6月に新珠湾に戻ったシードッグは戦後第2の極東展開の準備に入る。フィリピンに向かう途中の7月、シードッグは模擬紹介を行う。8月から9月初めにかけて、チンタオ付近で第7艦隊部隊と共に対潜水艦船演習を行い、 9月末には、真珠湾に帰還した。1947年を通して、シードッグは、太平洋東部に泊まり、ハワイ諸島で及び、ワシントン州沖合、ブリティッシュコロンビア州、カリフォルニア州沿岸での訓練活動に従事した。1948年1月中旬に再び、太平洋西部に展開し、オーストラリアへの訪問の後再び第7艦隊の、 対戦水艦訓練部隊である第71点に任務軍に加わり、沈潮付近で活動した。3月2日、駆逐艦ファースト衝突事故を起こし、シードックは修理後ハイに戻った。2ヶ月後、シードックは新珠湾を出港し、水路学、海洋学の情報収集のためベイリング海へ向かった。任務後6月15日に新寿湾に帰還。 沿岸での訓練活動を再開し、訓練はワシントン沖での第四航空軍との対戦水艦戦演習と交互に行われた。1950年1月、シードックは再び太平洋西部へ展開した。任務を終え帰還するとシードックは大西洋艦隊への配属を命じられる。6月半ばに新珠湾を出港し、7月初めにノーホークに到着。 朝鮮戦争の勃発に伴い必要となった訓練を行った。1952年7月、シードッグはフロリダ州キーウェストで再び第12潜水戦隊への配属を命じられ訓練活動を支援した。1952年11月7日、ジャクソンビル沖合で第2飛行船戦隊との演習中にシードッグは破損した飛行船、 ジー・ロバート・カイザー注意指揮する K-119 からの遭難信号を受信した。シードックは全速力で最後に報告された地点に向かい、カイザー注意と他の10名の生存者を救助、彼らを救難艦エスケープに引き渡した。飛行船は航行不能となり、シードックからの砲撃で沈められることとなった。ガスタンクが撃ち抜かれ、飛行船は炎上、沈没した。 シードックはキーウェストを拠点として1955年の秋まで活動し、その後不活性化のためニューロンドンへ向かうよう命じられた。12月初めに到着すると、翌1956年1月にはオーバーホールのためポーツマス海軍造船所へ移動した。5月にニューロンドンに帰還し、6月27日に同地で退役した。シードックは 予備役艦隊、ニューロンドングループで保管され、1960年2月には第1海軍艦区の予備役兵訓練のため一時的に現役復帰した。1968年12月2日に除籍されるまでシードックは予備役として保管された。シードックは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。